ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近さ、駅の中にある電車の形をした店が多くなってるって思わないか？確かにね、実は、私の最寄り駅にあるのよ。ってことで、今回はこちら、列車じゃない？駅にいる列車みたいなやつ7000、を紹介するぜ。あら、いいじゃない、いろんなものを紹介してほしいわ。では、早速行ってみようか。出発進行。まずは、駅構内といったらコンビニかなと思い、こちらを紹介するぜ。毎日お世話になる人も多いはずよね。だよな、今回紹介する場所はこちらだ。兵庫県神戸市を走る山陽電気鉄道の、板宿駅構内に設置された、電車型のコンビニ、ローソンプラスフレンズ山陽板宿地下店、だぜ。あら、本当に列車の形の外観ね。しかも、割と完成度が高いわ。すごいよな、車両全体のデザインで、先頭車両もあるから、ことさら目立つよな。オレンジ色が特徴的だけど、山陽電気鉄道のイメージカラーなのかしら？外観は、山陽電車6000系車両をモチーフにしているらしいんだ。なるほどね、目を引くデザインが素敵よ。山陽電気鉄道のグループ会社で、山陽フレンズが運営しているんだ。ローソンさんも思い切ったわね。2016年1月に、板宿駅改札前の売店を拡張、コンビニとしてリニューアルさせたらしい。でも、なんで山陽電車6000系車両とのコラボだったのかしらね。さすが、いいところに気づくな。ローソン担当者によると、営業開始当時、同年4月27日に営業運転を開始する予定だった新型車両6000系の、デビュー時期に近いため、PR として6000系の形にした、とのことだ。そういうことだったのね。お客さんの反応も良かったんじゃないかしら？かなり好評らしいぜ。実は、店の中に車内の運転席に当たる位置が撮影スポットになっていて、実際に山陽電鉄の駅員が被っている帽子が置かれてるんだ。素敵じゃない、いい撮影スポットになりそうよ。なってるんだな、これが。あ、やっぱりそうなるわよね。電車の運転席に本当に座っているみたいな感覚で、帽子を被って撮影することができるからな。来店客の反応がよく人気だ。行ってみたくなったわ。だろ、ちなみに、店内には電車グッズの特設売り場が設けられていて、いつものローソンの商品と合わせて、鉄道グッズなども多数取り揃えているぜ。いいわねー。一度行ってみてもらうとわかるんだが、リアルさへの追求がすごいんだぜ。どういうところが？例えば、前面のヘッドライトの部分には、行き先表示があって、ローソンプラスフレンズという、文字が表示されてるぜ。ヘッドマークには、ローソンの看板マークが書かれているんだ。確かに、細かいディテール部分もこだわりを感じるわ。ちなみに山陽電車6000系の車両は、アルミニウム合金製の車体に、イノセントレッドを使用している、乗降口には、朝日をイメージしたという、グラデーションデザインが使われていて、山陽電鉄の看板列車として大活躍中だ。ここまで細かい部分にもこだわった店舗はそうないわよね。ぜひ、行きたいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。どういうことよこれ？空中に浮いてる列車ってこと？まあ、まずこれを見てくれよ。何これ？衝撃的な建物ね、気になるわよ。気になるよな。じゃあ、詳しく紹介していくぜ。よろしく頼むわ。この建物は、大阪環状線改造プロジェクトの一つとして、開業したんだ。改造プロジェクト、大掛かりな工事が行われたのね。JR 西日本が不動産活用として開発を行っていて、この商業ビルはビエラという名前だぜ。見れば見るほど、電車ね、下の店舗も線路に見えてきたわ。細かく画像を見ると、環状線のオレンジ色のビルに、ビエラマークが入っているのね。よく気づいたな。場所は JR 玉造駅を降りて南側に数分歩く位置にあって、ホームから見るとすぐ目に入るぜ。でも、これってよく見れば見るほど、インパクトあるわよね。いつも使っている人は慣れるだろうけど、初めて来た人は、立ち止まって見ちゃうな。現在この建物には、100均、コンビニ、スーパー、24時間ジムに、保育園まである。充実の内容ね、普段使いするのにちょうど良さそうよ。毎日便利に使える店舗やサービスが揃っているから、最寄り駅に欲しいな。ぜひ、行きたいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。ホームに？どういうことかしら？この駅はホームに面白い電車が止まってるんだ。まずはこちら。あらー、かわいい配色ね。今の時代、見たことないような配色だよな。金太郎塗り、って言われる車両だな。え、なんで金太郎なの？本人は裸に前掛けのスタイルよね。電車の先頭車両部分に、V のような塗装があるだろ？あるわね。そこが、足柄山の金太郎の前掛けの形に似ているところから名付けられたらしいんだ。なるほど、言われてみればね。ちなみに、戦後、この塗装方法が色々な車両で流行ったらしいんだ。そうだったのね、初めて聞いたわ。だよな、これが最初に採用されたのが国鉄時代の80系という電車で、
東海道本線の普通列車用2949年に開発されたんだな。なるほど、そういった経緯があるわけね。配色が斬新よね。霊夢もすでに気づいているとは思うけど、これ列車じゃないから。気づいてるわよ、コンビニでしょ。歴史ある80系の電車の形とカラーをデザインした藤沢駅の JR 東海道線ホームにある車両型のキオスクなんだぜ。ちなみに、コンビニとキオスクは別物だぜ。そうなの？キオスクはな、1973年に鉄道交際会が駅売店の愛称を決めていく際に、清く、来やすく、と、建物の意味があるトルコ語を合成してできた呼び名らしいんだ。そんな由来があったなんて、これも初めて知ったわ。ちなみにだが、これが今の東海道線の車両だ。昔と比べて、随分スッキリしたデザインになったわね。ぜひ、行きたいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。水戸駅の上り特急ホームにフレッシュ日立があるんだが、さっきの駅とは、また違う車両ね。今度は何かしら？キオスクじゃなくて、ニューデイズだ。え？うん、コンビニね。そうだ、私がこんなにもテンションが上がっているのは、コンビニだからじゃない。この日立を再現した店舗の作り込み具合に感動しているからなんだ。なるほど、よく見ると再現度が高いわけね。特にな、ライト周りの特徴的なキャラクターラインと、シンボルマークまで、きっちりと書かれているんだ。ファンとしては最高の完成度だぞ。お店に入るのも、連結部分から入っていくところなんかが、面白い作りよね。そうだぜ、シャレっ気があって、私は好きなんだ。先に紹介した、JR 藤沢駅のキオスクがきっかけで、本駅も採用したらしいんだな。今後全国にもっと広がっていってほしいわ。そうだな、どうせなら、その地域に縁のある車両の作りだと嬉しいだろうぜ。他にもこんな店舗があるよ、っていう方はぜひ詳細を教えてほしいぜ。あれ？気になるわね。場所は姫路駅構内にあるんだが、そこで食べられるものが、駅で食べる定番と言える。駅そばだぜ。駅そば、いいわね。私も無性に食べたくなる時があるわ。私もだ、たまにだが、入場券だけ買ってホームに食べに行く時もあるぜ。で、今回紹介してくれるのは、姫路駅にあるそば屋ってことね。そう、ここがまた外観が特徴的で、面白いんだ。あら、かわいい外観ね。すっかり電車の形をしているわ。ちなみにだが、姫路駅のこの駅そばは、駅そばの誕生地とされているんだ。え、そうなの？昭和24年10月19日姫路駅ホームで、駅そばと名付けて立ち売りを始めた。昭和から始まっているのね。一般市場で、うどんが一杯30円だった頃、蓋のついた瀬戸物容器付きで50円、容器は10円で引き取って商売していたらしいぜ。なるほどね、そばやうどんって、普通は店の中で食べるものだから、斬新よね。また、面白いのが、この立ち食いそば屋に何も知らずに入った人は、出されるそばにびっくりしてしまうかもしれないぜ。なんでかしら？そば粉を使った一般的な黒っぽいそば、和そばは出てこないからなんだ。そば屋なのに？じゃあ、店内では何が提供されているのかしら？メニュー自体は、〇〇そばという名前で提供されているんだが、この駅そばは、ほっこりした和風だしに、乾水入りの中華麺を合わせたもので、和そばではないし、ラーメンとも違うものなんだな。不思議な麺だ。だが、うまい、でしょ。その通り。でも、初めて食べる人は驚くわよね。そばじゃない、って。でも間違いはないから、ぜひこの駅そばを注文してほしいんだ。なんせ、姫路駅で1949年から販売されているロングセラーの駅そばだからだ。聞けば聞くほど行ってみたいわね。和風だしプラス中華麺のバランスのいい組み合わせで、とってもうまいらしいぜ。追加情報だと、タイムサービスがあるらしく、天ぷら駅そばとキツネ駅そばが、平日の14時から17時まで、タイムサービスの割引料金で食べられるんだ。会社員から学生までが喜ぶ時間帯ね、最高じゃない。遠くてどうしても行けない人は、招き食品さんのオンラインショップで購入可能だ。早速、ホームページを覗いてみるわ。姫路を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってほしい。お持ち帰りを予定している方は、売り切れてる可能性大だから、お早めに。ぜひ、行きたいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。もはやそれって、列車じゃないの？今回は列車みたいなやつだから、列車ではないんだな。これが見れる場所は京王新宿駅になるぜ。たまに降りてるけど、それらしいものを見たことはないわよ。タイミングかな、このロボットというのが、床面を掃除する掃除機ロボットなんだ。掃除機ロボット？てか、すごいデザインね、これ。京王線5000系車両を模した自立走行式のロボットで、2020年2月15日より運行中だ。紫が特徴的な、京王線ね。しかもだぞ霊夢、自動走行時のメロディーが流れるんだが、京王ライナーの車内 BGM や、ホーム侵入時に流れるメロディーフォンが採用されている点が素晴らしいんだ。細かなところまで、こだわりを感じるわね。
この掃除機は自動で掃除してくれるんだが、安全のため自動走行中には、周囲にいる人に向けて、音声案内やウィンカーなどで注意喚起する機能も搭載しているらしくて、安全面を重視した設計になっているんだ。今度、新宿駅に行った時によく見てみるわ。見つかるまで探してみるわよ。ぜひ、見てみたいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。霊夢、これを見てくれ。何これ、 SL 風な外観が面白いわね。ここは栃木県真岡市 SL の走る町拠点施設 SL96 館だぜ。思い切ったデザインにしたわね。館内に展示している9600型蒸気機関車が大正時代を代表する蒸気機関車の一つで、太いボイラーと短い化粧煙突、低い2つのドームが特徴的だな。鉄道ファンとしては訪れてみたい場所の一つになっていそうね。そうだな、イベントも盛りだくさんで、真岡駅東口にある私鉄車の祈祷と、古くから伝わる真岡駅前桜祭りや、複数台の SL が揃う SL フェスタ、夏はサマーフェスタなどを開催していた。たくさんのイベントを行っていたのね。コロナ明けの状況を確認して訪れたいわ。当時から状況が変わっているかもしれないから、事前にホームページなどでチェックをしよう。ということで、視聴者の皆さんは何か気になるものがありましたか？今後も新しい情報があれば、コメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。ぜひ、他にも気になる駅があった方は、コメント欄で教えてほしいな。そうだな、いろんな情報が欲しいな。ということで、今回の動画は以上だぜ。面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。